日もよろしくお願いします。いや見ましたよ、ドラマネメシス。あれって6人のミステリー作家の方たちが集まって脚本書いてるんですよね。いや今後もすごい楽しみです。で久しぶりにラップご披露されてましたよね。サクラップならぬ傘ラップ、あれって自分で考えたんですか？えどうなんですか？まばら本番です。真相は闇の中。こんばんは。1995年に大流行したスイーツのカヌレ、再ブーム到来か特集です。